1575年、まあ、天正3年、ね、その前に、2年前にですね、朝倉氏は滅びます。その後一向一揆がこの辺を制覇する、ね、そして信長のと対抗する。信長はこれを、まあ、抑えるために、1575年天正3年に一向一揆を鎮圧する。その後十三人衆をこの辺りに置いて、そして守らせる、一つは北の将に呼ばれた前田利家、千畑勝家ですね。千畑勝家を監視するという役目と、そして千畑勝家が北の上杉謙信と戦う時には合力せよと、一緒に力を合わせてそれに参加せよという意味で、この地球三人衆というのはこの辺りに置かれた。皆さんご存じのように、小丸城にはたくさんあります。それから今現在の、なんですね、元町ですかね、龍門寺ですね。龍門寺城には歩は三つある。そして、ここには都市で指に城を構えるんですね。でついでながら、龍門寺の周りには非常にたくさんの寺がありますね。多分あの寺というのはかつては歩は三つ春の家来がこの辺に住んでいたのというふうに思うんですね。ですから不破三春が行ってしまってから後に、そこにたくさんの人ができます。でそれは、後に出てくる新潟の政がそこに行くことを許すということで、そこにたくさん寺が集まっているというのはそうだろうというんですね。いわゆるその家臣集団がそこにいると。でこの前田利家が、ここに居城する、三人衆となって初めて大名になったです、ね、ここで城を作る。でその城を作るにあたりまして、いろいろと苦労するわけですけど、まあ、ついでながらそのあとちょっと付け加えて説明しておきますと、その後、には一年の神秀治の長男である、鍋丸がこの天正年間に在任をするか、木村隼人将、正成が天正十三年中に在任をするか、あるいは青木紀伊守秀持が慶長の頃在任する。この青木さんというのは今の平吹屋さんね、の前身になります。で、あの方はここだけにおったんじゃなくて、関東の方にも多いので結構やってきて、で、北の省にも行ったことがあります、結局は関ヶ原の戦いですね、もやもやってした方にて結局は海域戦、そこで、平吹にですね強化、それを結城秀康でこっちに来た時に、確かここに青木氏がいるはずだ。でよく探してみたら、その平吹によって、で、ここからこっちに出て、竹野で酒造りをやってですね、ということで、許可されたということで、今でも平吹屋という名前が、溶岩寺の前まで出て、今、残っているんですね。ちょっと違うんですけども、その後、星名黄色の神正光が慶長6年に御行する。で、関ヶ原の戦いの後にですね、この越前国を利用した秀康の家来の国の神正にここを与えるということで、ずっとつながる。で、その後、ここは
の新州小学校が作られまして、その後に現在の竹生市、後に現在の伊豆市が、市役所ですね、に作られることになります。まあ、そういう意味で、この中条遺跡というのは、非常に古代からですね、大事な地域であるということが言えると思います。はい、そこで、そういう、場所に、いわゆる府中城が作られるわけなんですけども、まあ、2番目ですね、府中城は金沢城の元居であるというふうに書きました。で、府中、まあ、城を作るということで、あの城、これは、採石、石敷、石積み州ですね。これは、確か、滋賀県の、そこから、あの集団を連れてきまして、そして、石垣を積ませるわけです。それから、坂上家、これは大工集団ですね。そして、これは、城の中の、いろいろな建築物を担当する。まあ、これらが中心だと、そして、府中城というのを作っていくわけですが、この時代の城というのは、そうのんびりとですね、長い時間かかって、その築くというふうなことはできません。まあ、中には、一日で城を作ってしまうというような話もございますけれども、まあ、それほど切削しなければ、いつなるとき、連れてくるか時代でありますので、早く作らないということでありました。で、昭和40年の後半にですね、昭和学習センターとか東公民館を建設いたしました。その時に、室町時代末期の墓石、40数基が発見されました。その一番新しい、墓石っていうのは、元和2年、1571年の墓石なんです。だから、そこに使われた40数個の墓石は、それよりも以前、100数十年前のものから入っているんですね。で、これは、中見ますと、まあ、日蓮宗関係のお世話だということが分かるんですが、それは多分本光寺から持ってたの、ね、顎から城を作るのに持ってた。で、まあ、我々一般的に考えると、こんなその墓の石をその、ね、城壁に使うなんて、なんてバチャってなことするかなと思うんですけども、この時代は、まあ、背に腹は変えられないということもあったんでしょうし、まあ、信長がですね、まあ、ずっと長い間手をつけられなかった比叡山を焼き打ちするというわけですね。その家来の年でありますから、そんなことはそれほど気にしなかったのかなというふうには思うんです。しかし、信長が作った城ですね、なんかにはやはり基礎にはちゃんと、仏の顔があるようにということで、それなりのものを埋めている。僕は年なんかにしても、やっぱ兜の中に、小仏を入れてですね、で戦場に赴く、やはり自分を守ってもらうという、そういう考え方が間違いなかったということであります。まあ、ともあれ、まあ、墓石を使っているということは、やはり慌てていたんだなというようなことが考えられますね。で、小丸城址なんかもそうですね。あの近くに、古代の野々宮橋があるんですが、そこの石を、使っているんですね。だから大きな石とな、ちょうど真ん中に丸い穴が開いているのが、これは礎石なんですけども、あれのものがあるということは、
多分宇都宮ハイジの寿司器を、ね、使っているんだなと分かる、まあ、そういうことでですね、ここに、まあ、池田さんが書いた中にあるんですね、龍門岩の阿耨図が書けた、非常にこう福井の釈台にしたら違う趣なんですね。なんか全然洗ったんじゃないかなと、きれいなピンク色のところもありますけど、そういうような龍門岩を使った阿耨図みたいな。で、あの積み方をこう見てみますと、あんまりそのこう急ではないですね。だんだん時代が下ってくると、その積み方が急になる。だから、ああいうところにいると、これはだいぶ古い時代の、石垣だなということがわかるんですけども、もう少し前に行くと、今度は石垣じゃなくて、土塁ですね。土で持った土塁が中心です。まあ、そういう点を考えますと、いわゆる近世の城の走りじゃないかなということが考えられる。文化財ということが言えると思うんですね。でそこに、2017から157号件を聞いたのは読むように、これは今年に2017年で、このこう都市絵が三人宿としてここに撮ったスタートとしては1570年、まあ、ここから石垣を積み始めたんだとすればですね、442年前、ね、だからかなり古い時代のものがここに出てきたというふうに、貴重な文化財であろうというふうに思うわけであります。で後に、この都市は、まあ、やっぱり連盟に書きましたけども、1581年にですね、長尾へ変わります。まあ、その前に、笹垣の巣は富山へ。これは何かというと、北からやってくる上杉謙信に対抗するために、信長がですね、自分の家をどんどんと北の方に押し上げていく、そういう様子がわかるわけです。で、1582年に本能寺で、信長が、まあ、殺されますね。その後1583年に、静岡岳の戦い、でこれは、勝家と秀吉の戦いで、利家は初めは勝家について参戦するわけなんですけども、まあ、利家は古くからの秀吉との腹心の友なんですね。腹心の友によく出てきますけども、そういう点で非常によくこう知った中で、彼にもつっててその刃を受けられるな、そうかといって、勝家、柴田勝家は自分の父親みたいに思ってた相手でありますから、これにも使えないということで非常に苦慮するんですね。で、静岡戦いに参加して、途中で彼は、戦線離脱ですね、まあ、逃げて帰るような形で、戻ってくるんですね。でその後勝家がやってきて、まあ、お前は、秀吉と仲がいいんやから、もう秀吉の言うことを聞けと、で彼は帰ってですね、そして北の城で火をつけて上杉のことを亡くなっているね。でその後秀吉は加賀の二軍をこの都市に与えて、で勝手の七尾によった時の能登
一国ですね、あと一国の支配とさらに加賀の二軍をもらうということで、いよいよ加賀は百万石の足場を築いているということになるわけです。で、彼は七尾に城を築きます。それからその後、まっすぐ金沢城に入るんですが、金沢の山城に入るんですね。そしてここに城を築くということで、この府中城で築いたこのノウハウといいますかね、それを存分に生かして作ったのが七尾城であり金沢城だというふうに考えます。まあ、そうしますと、まあ、普通城は金沢城の元であったんだということは、そういうふうに言えるんじゃないかというふうに思っています。で、この都市家っていうのはですね、ただ単なる武将じゃなくて、非常によく知られた人間ですね。そういう意味でこの府中と彼との関係というのをもう少し人的にですね見てみたいというふうに思います。で、一つは大東京城前提、これは法円寺、高瀬の法円寺ですね、そこの住職で、この人はもともと尾張の出身であったものですから、まあ、同じ尾張の出身ということで、都市で非常に間が合うと、ね、そして彼は、この大東京城前寺に帰依するわけです。あなたのおっしゃることはのことにその通りですと、私はあなたに帰依しましたということで、帰依したんですね。そして、彼が七尾に移ったその時に、七尾に法円寺を作ります。その時にこの大長経営を連れて、この人も連れて行って、この人も待ち伏せます。で、すぐ金沢に移るわけです。で、金沢にもこういう法円寺を作るんですね。で、その七尾の法円寺は後に旧幕山長霊寺というふうに呼びます。で、この旧幕山長霊寺という名前は、利家のお父さんが旧学校というわけですね。それを三号にして旧学山で、長霊寺というのはお母さんのその法名ですかね、まあ、朝礼、なんとか大師ということなんで、それを使ってですね、そして、こういうふうな朝礼寺というふうに名前を変えたわけです。それがまあこれがその人ですね。二つ目は大文字屋、現在の中村病院なんかの真正面に入ってみますと、鳥居があったり、すぐ向こうの方に赤い鳥居があるんですね。あれは大文字屋の屋敷なんですね。をます。で、赤い鳥居ですから、まあ、稲荷さんだ、大体陣屋なんかでも、まあ、稲荷さんを祀るんですね。だから本坊陣屋でもちゃんと稲荷さんを祀ってる。ですからそういう点で、まあ、この時代、まあ、稲荷さんっていうのは、まあ、農作物がよくできるようにっていうこともありますし、商売繁盛っていうのもいろんな面で情報が慣れた、まあ、神様でありますので、過去に大文字の中にはそういうのがありますね。で、この大文字屋の浅井長政の弟の
ハルマサという人がこの養子になるんですね。でそのいきさつをといいますと、実はこのハルマサ、この浅井長政の弟ハルマサというのはあんまり出てこないですけれども、おそらく赤ん坊のうちにそのどっかに養子にやらされたんですね。ですからフィエズには出てこないであります。で、ところが結局、朝倉氏が滅びたすぐ後にですね、今度は信長によって、浅井長政も滅ぼされますね。でそういう機に、この春正はですね、応援時にどうも来ていたらしいですね。だからその春正は年からするとなんかこう敵の身内であったということになるわけで、多分、この形状書もですね、そう簡単には話していなかったんだろうと思うんですが、多分その年上と の, この人間関係だんだんできてくるうちに、実はここにいるこの人は浅井長政の弟ですという話をする。そして大変年上は、そのことをですね、大事にするということで、そしてたまたま大文字に来まなかったというんで、そこに養子に入れたらどうやというところで養子に入るわけであります。でこの大文字と年っていう関係は、その年がこの滝宮にやってきた、この府中にやってきた時に最初に出会う大将に、ね、で彼がいろいろと年に、の面倒を見てくれたということで、でこのちょっと電話しますけれども、この親米のその娘に八重っていうんですが、それをめとって、大文字屋を継いでいくんですね。で金沢藩の江戸時代通じて金沢藩の陣屋を、この大文字屋は、その役を果たすということになります。三つ目の植木新兵衛と年ですが、これは植木新兵衛というのは朝倉氏の嫌いなんですね。だから朝倉氏が滅びた後高木におりまして、まあ、機能したんだろうと思うんですが、農民に戻ったんだろうと思うんですが、でその時に、年上がそこに行ったら大変、素晴らしい馬がいる、新兵がいるということで、まあ、年上は大変それを羨ましがったんだろうと思うんですね。でそれを聞いた、大文字屋の新兵はですね、まあ、殿様である年上にですね、それを渡したらどうやと忖度したんじゃないかなというふうに思うんですね。で、新兵は喜んで差し上げましたということで、年上にその馬を渡した。で新兵はその時に、私には二人の娘がおります、千代と八重、これを何とかよろしく頼みたいというようなことを言うわけですね。で年上は、じゃあ分かったということで、千代姉の方は松、自分の妻の松の次女にします。そしてさっき言いましたように、八重は大文字へ嫁がせる、まあ、こういう形でまあ、つながるんですが、ただ新兵の子供に男の子がおりました。道順というんですが、これは千代とは腹違いの兄で
で彼はその頃あまり盛んでなかった教王寺ですね、府中のとても古い府中宗悦のあるところ、聖徳元年に作られた絵図がありますけど、それを持っているこの教王寺、そこの中高であります。で、まあ、これには一つの、まあ、エピソードがございまして、この新兵がですね、ある時、白木城橋であの辺でですね、百両の金を受けようと。でこれは誰事したんや、多分みんな困ってんじゃないかということで、そのうちに実は私事をしましたという人が現れました。でその人もなかなか大きな腹の持ち主だったと思うんですが、これは私がおっしゃる間違いないけれども、一旦私の手から離れたものは私のものではありませんと、これは拾ったあなたが使ってくださいというわけですね。で神兵はいやいや、これは私が拾ったものであって、持ち主のあなたに返すのは当たり前だというふうにして、まあ、二人が指紋どうする、で結局はなら半々にしましょうかというんで半分ずつに分けたという話があります。それで神兵はその50両で、それを自分のために使うものなんやというんで、その頃ちょっと後ろへ聞いた表示を再建するんですね。そのために使ってくれというんで自分の息子にそれを託すわけです。そこで教授が再興されたという、そういうことで修行の事情としては修行の世ということが言えるわけです。だからこの家紋を言いますと埋め場所ですね。だから龍門寺も龍門寺あります。高円寺も埋め場所です。いわゆる金沢半島の関係です。深い深い、それからこの寺福院千代の聖母、千代の年上が亡くなってから、大体この時代は奥さんというのは頭を丸めてですね、そして甘いんだで、自腹院になるわけですけど、土地常の聖母である自腹院は、金沢に教王寺を作る、自分の、兄さんと関わりの深い教王寺を作るというのはそういう人つけたんですね。それから四つ目ですが、本座物っていうのがあります。これは金沢藩の武士団の中心になる人たちですね。でこの、本座物というのは府中21人衆、これは荒子から連れてきた、尾張の荒子から連れてきた家来、村石なんかそうですが、それから一族衆とか、それから府中衆、府中で、家来にした取り与えた人たち、それを合わせて中21人衆というんですね。これが、金沢家臣団の中心になっているわけです。で、まあ、これは武士でありますけれども、まあ、その他に商人とか職人とか多くの者が年を慕って七尾とか金沢に行くわけです。武士団だけなくてね、まあ、そういう意味で、もうその時に大文字屋を私も連れてくださいというふうに言うわけなんですけども、あんたはここにいてみてと。そしてこれは麓に金山があったんですけど、その金山の採掘なんかのことであるとか、あるいはこの辺りの情報を伝えてみると、まあ今で言うと
スパイと言いますかね、ちょっと言い方が悪いんですけども、まあ、そういうふうな、情報ももたらしてくれということで、大文字屋っていうのは、まあ、そういう役割もした。ですからこの本田家としては、本田家は、まあ、福井藩でありますから、福井藩は審判でありますから、審判はやはり、いろんな面で大文字屋をまた見張るということもやるんですね。お互いに、まあ、そういう関係にあったわけです。そういうことで、その年家と府中ということを考えますと、彼が最初に大名になった場所が府中ですね。そして彼がいろいろとここで経験する、まあ、戦国時代でありますので、ほとんどここに腰をつけているということはなかったんですけれども、その合間合間にやはり府中の人たちとの付き合いがあるわけです。で、そうしたいろんな彼の経験というものは あるんでありますけれども、それは果たしてどうであったかということはほとんど分かりません。ただ今回この府中城の石垣として残っていた、これは間違いなく、この前田利家が我々に語りつき、まあ、つけてくれるといいますかね、そういう石垣でないかというと考えますと、これは非常に貴重な文化財であると、無限にこれを消すことはできるなと、こんなふうに思っているわけです。で、先ほど申し上げましたように、このただ単に、ある大名が来てそこに城を作ったというだけじゃなくて、利家が作った、いわゆる、戸田の大名であるけれども体100万石の基礎を作った、その利家が築いた府中城の石垣であるということは、これはちょっと他にないその価値っていうかね、があるんじゃないかなと思うんですね。名も知れない人が作った府中ではないということがいいです。まあ、そういう意味で、この石垣っていうのは単に石垣っていうのではなくてですね、それなりの重要さを占めているんじゃないかなというふうに思うんです。で、その次、石垣を保存する意味ということを考えてみたいですが、一つは史跡を取り組んだ市役所を建立することです。これは他の市にない例だろうというふうに、そのかつての文化財を市役所の中に取り組んだもの、そういうようなものはどこの市にも大体その全国的に見ると、新しい市っていうのは今までのこのごたごたしたところに新しいところにポンと移ってそこに作るという、まあ、あんまりそういうのは史跡のところに作ってないからね。ですから、そういうなものを取り込んだ、そういうな市役所っていうのは、まずないんじゃないかなと思うんですね。そういう意味で、これは、非常に、大切な文化財であり、誰も真似できないような、財産なのというふうに思うんですね。まあ、最近この新聞を見てますと、なんか伊豆市は鯖市と張り合ってるなっていう気がせんわけでもあります。その量を見ますとやたらに鯖があります、ね、ところが鯖が真似できないものはあります。それはここが国府があった場所であるということです。それから府中城があった場所であるということ。鯖江は城は作れませんでした。その計画があったんですけどね、結局は作れなかった。だから赤はいくらほじくってもですね、
こういうものが出てくるはずだ。そういうことを考えればですね、この出てきた財産というのは無限に葬ることはいけないなというふうに思います。で、まあ、普通上の存在を後世に残すことができると、いうことですね。で、まあ、市役所の前に、火が立っています。ヘップ上司という、ね、こちらの方には、何ですかね。もない。もない。再び、これは400年を記念して作ったんですけども。あの三上氏はね、ね、これは残っていますけども、ね、本当にここにあったのかって言われたら、それは今の人は間違いなくあったって言うかもしれませんが、これが3代、4代、5代、100年、200年だったら、おそらく分からなくなる、ね。ですから、現物が上がる。これは絶対残っているというふうに思う。それからあのこれは何かそれを残すということは金はかかるし、なんかもったいないと、そんな金はないというようなことは為政者は言うかもしれませんけれども、長い目で見ればこれは観光資源になると思うんですね。で、市役所にこんなものがちゃんと取ってあるということを他の人が見れば、なんと伊豆電子の為政者というのは立派な人たちである、こんだけ文化を愛する地であるというふうにきっと高く評価してくれるんだというふうに思うんです。だから投資して価値がないわけではないというふうに思います。まあ、すでに、なくなっているものがあります。買ってあったらいいな、よくよくこれを皆さんから聞かれる、何でのお子さんなんだよと言われます。一つは待ち様子、なくなりましたね。あれが今あったら非常に素晴らしい観光資源になっただろうなというふうに思うんです。まあこれは笠原市長の時であったわけですけども、何を優先するか、経済優先だろうということで、しかし、笠原さんはこれでは済まないということで作ったのが今の式部公園であり、ここに流れているところに松の幹を触る、ね。そして遊歩道を作ったというのはそれであり、その後に大池の問題がありました。これは南三区の7万にある大池、これもその時は3億円と言われてこんな金はないということで、結局は富士山の麓にあるんじゃないかなと思うんですが、あります、あるんですか、出てきますから、沼津、沼津出てきますよ、スキー場の、ちょうど中国なんかね、親子でやるようなところで、専門家でなくして、中流の人が、中海中の人がスキーでやる、親子でやるというところに利用されて、その横のところに立派な、まあ、みんなが休憩する、こういうようなふうになってます、はい、だからあれも残しておいた方がいいんじゃないかということを後から、それから先ほどの話した大文字屋ですね、ここは 大文字の後は立花支店、福井支店がありましたね。であれはまた石津君に立派なものだったんです。あれどうしたんやという時言われるんです。知らんって言われて、結局あれもなくなったということを考えると、せっかく持っていてもみんななくなってしまう。だからせっかくポイントにしてあげるんですからね、これはもう絶対に前の失敗を繰り返してはならんなと、そんなふうに思うわけであります。で、結局は金がかかってそんな金はないということを言われるわけでありますけれども、2番目ですね。
人間生活にとって文化が必要なわけと言っていました。一つは文化は人間の精神活動、時々出てくる言葉なんですけども、人間は万だけではいけない、これはキリスト教の話です、ね、人間はパン、だから経済、お金だけで生活をできる。だからやはり文化、宗教、メディア、そういうものを身につけて初めて人間らしい生活ができるんだということを言っている。で、文化庁は、まあ、いろんな資源を掘り起こし社会にどう生かすか指導しております。新潟市では歴史遺産、演劇、食文化などを市の魅力として発信し始めると聞いています。だから今、我々としては越前市民としてはこの資源を手にしたわけです。これをもとにですね、やはり文化面に力を入れていく必要があるんだろうというふうに思います。で、3つ目、人工知能によって人の仕事が奪われてしまうじゃないか、将来ですね、どんどんと人手不足というのがあって、どんどんとそういうものが入ってくるということで、人間のその生産活動に携わる分野は減っていくじゃない、こういうふうな不安がある。かつて、産業革命が逃げておりましたね。あの時にどんどんとこの流れ作業でものが作っています。でその時にそこで今まで手工業で生産した人がかなり失業するんですね。だからあの機械ができたために我々は失業したんです。壊してしまえっていうんで機械を壊すという運動が起こる。それはその時に一時のことでありますけど、またそれはそれなりに受け入れて現在があるんですけども、まあ、そういうふうなことを考えますと、ただその金を儲けるっていうんですね、経済主義っていうんですか、市場主義だけでものを考えてはいけないんじゃないか。人は感性や創造性を磨き文化に接し親しむ機会が必要である。そういう意味ではですね、石垣っていうのはこの出てきた石垣っていうのは無駄なものとして切り捨てずにですね、文化にそろこそ地域づくりの基礎であることを発想の転換を図るべきである、こんなふうに考えます。まあ話に書かないですけれども、人が人らしく生きている、何ですかね、まあ、心を育てて生活をするということは大事なことです。とにかく、金儲けが上手であればいいんだ、どうもそういう傾向にあると。どうも大学の様子を見ていますと、大学では、まあ、普通一般の大学では4年生で、ね、で初めの2年間というのは教養を身につけるための、まあ、教養で、あとの2年間は専門で、それぞれの専門で専門の技術を身につける、そして世の中に出て社会に、出てその企業に就職する。で、企業は企業でまた社内教育をやる、ね、ということでずっとそれがつながっています。ところが最近は、まあ、本来教養なんか必要ない、とにかく技術を身につければいい、会社に入ったら即戦力としてすぐ使える技術者になってほしい。これは企業の要請かもしれない。
そういうようなことを考えますとですね、まあ、文部省は多分そういうようなことで、大学の改革をしたんだろうと思うんですけども、とにかく、あんまり、教養のことは言わないで、技術に身につけることです。金儲けにつながるようなことをやってくる。だから、優れた大学 の、 その学生であっても、とんでもないことをやることが時々出てきますね。それは教養がないんだろうと。それから、国会議員を見ても、こんな人が国会議員かといった人が出てきますね。これもやはり教養のなさということです。で、もっぱら金だ金だというようなことをやっていけば、いくら親が金を儲けてきたとしても、子供にそれなりの心の教育を授けなかったために、子供がどういうふうに育っていくか、ということになると思います。いくら親が金を儲けても、子供が変な子供になってしまったら、何をしているかわからないということになる。で、そういう点で、やっぱり歴史っていうのは、そういうようなものを学習しながら自分はどうあるべきか。親っていうのはやはり自分の子供は可愛い、孫は可愛い。だから、自分の、子孫繁栄ということをよく願うわけです。まあ、子供はあまり親のことは分かりませんが、そういうことは考えなきゃいけません。人と人っていくと、自分が親になっていると、ああ、親の考え方っていうのはこうでやったんだなっていうことが分かるわけですね。だから、そういう点で、歴史を学ぶっていうことは、自分たちの親がどのような生活をしたのか、どのような考えを持って頑張ってきたのか、っていうことが、分かるわけです。その一つが、やはりこういった、地中から発掘されたものによって、我々は考えることができる材料であるということを言えると思いますね。で、それと関連しまして、その日本人というのは他の国の国民と比べると非常に優れている、いろんな面ですね。特に精神的なもの、犯罪という点をこう見てみますと、その日本と先進国を比べてみますとですね、断然日本の犯罪数が少ない。フランス、ドイツ、イタリア、イギリス、アメリカなどと比べてですね、もう向こうの方は2倍、3倍、5倍、6倍と多いんですね。先進国でもそうであるわけですから、もっと後進国なんかはもっともっとひどい状態である。で、なぜ日本はそんなに、他の国と比べて、犯罪が少ないのかと考えると、やはりそれなりの教育を受け、心のケアができているからだというふうに思うね。ですから、私たちはそういうことを考えたところ、特に、その東日本大震災で日本という人種というんですかね、は世界から大きな評価を得ました。では我々が今ここで生活していて、新聞を見るとこれはどういってどういうことなのかといったような事件が毎日のように出てきます。それでも日本はまだ他の国よりはいいということが言えるわけです。まあそうであるからそんでいいんじゃなくて、もっと我々は将来のことを考えて豊かで
みんな心豊かで、安心できる生活をしていくことを世界に広めていく、そういうことが必要じゃないか。そうすると歴史に学ぶということは偉大なことであり、この人々、から作った支援というのはそういうものを我々に語りかけてくれる、大事な歴史資料だというふうに思う。まあ、そういう意味でこの地域は絶対残すべきだなというふうに思っています。ということで、まあ、こういう話をさせていただいたわけですけれども、また皆さんのご賛同がいればありがたいなというふうに思っています。でもご清聴ありがとうございました。